日本人はお風呂が大好き。昔はどの町にも銭湯がありました。高い煙突、あふれるお湯、そして富士山のペンキ絵。そんな銭湯にあなたも旅をしてみてはいかがですか。まだ間に合う昭和の旅へ、銭湯物語。今日の銭湯は横浜市鶴見区にあります宮下湯さんです。住宅街の中に佇んでますよ。それでは中に入ってみましょう。床が綺麗ですね。ピカピカです。いい感じの雰囲気ですね。宮下湯さんはお風呂場の入り口のところに自動販売機があるんですね。初めて見ました。面白いですね。お、時代を感じるロッカーが見えてきましたよ。様々な人が使ってきたんでしょうね。あ、鍵は松竹ですかね。こちらは男湯のお風呂場です。奥のタイル絵はどこですかね。僕聞いてみました。実はこれは長野県の上高地だそうです。以前おかみさんと旦那さんが長野の上高地に旅行に行った時の景色がすごい気に入ったそうで、この絵を発注したそうですよ。僕もいつか見てみたい。すごい景色ですね。ところで皆さん、宮下湯ってなんで宮下湯っていうか分かりますか。実は宮下湯さんの裏に山がありまして、その上に杉山神社という神社があるんですね。なのでお宮の下ということで宮下湯ということだそうですよ。お、かわいいカニの排水溝だ。初めて見ました。こちらは女湯にあります壺庭です。鯉じゃなくて金魚なんですね。かわいい。男湯のタイル絵は長野の上高地でしたよね。女湯はどうでしょう。楽しみになってきました。その前に女湯の脱衣場をいろいろ見てみましょう。お、年季の入った体重計。こういうのがあると嬉しいんですよね。さあ、いよいよタイル絵です。富士山じゃないですね。これは鹿児島の桜島です。僕ここは行ったことあるんですよ。仙巌園という庭園から見た桜島です。本当にこんな感じですよ。宮下湯さんは京急生麦駅から歩いて10分 Y 字路を左へと抜けていきます。行くまでの道のりも面白いですよ。そしてそこに可愛い銭湯があります。さあ、みんなも銭湯に行ってみよう。